膠着状態のバフムートにおいて、ウクライナ軍が一撃離脱戦法を編み出したとの情報を入手したよ。一方でロシア軍事企業ワグネル兵士が銃で撃たれても倒れないなど、ゾンビ兵士の覚醒剤投与の疑惑が浮上しているらしいぜ。怖いね。実際、ウクライナ国内でも薬物問題が戦争をきっかけに深刻化しているらしいし。さて今回は、ウクライナ軍が編み出した一撃離脱戦法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。4月11日、ウクライナ東部のドネツク州で、ウクライナ軍が所有する旧ソ連製の自走式多連装ロケット砲システム BM-21 グラートから、122mm ロケット弾をウクライナ砲兵がロシア軍陣地に向けて発射している動画が AP 通信により報じられたみたい。このグラートによる砲撃は、戦闘指揮所から目標座標が砲兵に伝えられ、その地点に落とせるように設定してロケット弾を発射し、その後はロシア軍側のドローンなどによって発見されることを避けるために、即座に隠蔽された地域に移動するという攻撃方法をとっているんだ。AP 通信のインタビューを受けたウクライナ軍砲兵によると、ドネツク州では長期にわたる戦闘が続いているが戦況は膠着状態で、昨年の北東部ハルキウ州や南部ヘルソンでの反転攻勢に比べると、現在のドネツク州におけるロシア軍の塹壕は強固に構築されているため、反攻作戦は難しいものになるだろう。そして、反攻は困難だとしても、我々にはそれを実施する理由があるので必ずやれると動画の中で強調していたね。そして、反攻は困難だとしても、我々にはそれを実施する理由があるので必ずやれると動画の中で強調していたね。さすがに士気が高いね。何としてもやってやるっていう強い意志を感じるよ。グラートという言葉はロシア語であられや氷を意味しており、1960年代に開発された多連装ロケット砲で、第二次世界大戦においてロケット砲が飛来する音からドイツ軍兵士たちがスターリンのオルガンと呼んで恐れていた。多連装ロケット砲火注射の後継として開発され、122mm ロケット弾が40発装填されたランチャーが搭載されていて、最大で 20km 先の目標を攻撃することができる兵器だな。通常は森林に囲まれた野営地などで待機していて、司令部からの命令により砲兵たちは小銃とヘルメット、防弾チョッキを装着してロケット弾が装填されているグラードに乗り込み、指定された発射地点に移動して停車させた後に、わずか3分で指定された座標に向けてロケット弾を発射し、その後、即座に退避することができるぜ。ロシア軍は近代戦で勝敗の鍵を握る航空戦力においてウクライナ軍を圧倒していたにもかかわらず、その有利を生かすことができないまま防空網の破壊もできず、首都キーウ攻略に失敗したことを受けて、その後に兵力を投入して注力した東部戦線での攻勢においては、旧ソ連時代から得意としてきた伝統的な大砲を戦車の数で敵を圧倒する戦術を展開したよね。現代の機械化部隊同士の地上戦は、航空戦力を使って徹底的に空爆を実施し、大量のロケット弾や砲弾を撃ち込んだ上で、戦車部隊を突進させるのが王道なんだ。ところが、今回のウクライナ侵略戦争では、両軍ともに航空優勢を取れない状態のまま地上戦が進行したため、上空には両軍の偵察用ドローンや自爆攻撃型ドローンが飛び交うことになり、最前線では砲兵同士の撃ち合いが展開され、これまでに両軍とも膨大なロケット弾と砲弾を消費しているのは間違いないな。ロシア軍は自走式高射機関砲 ZSU-234 シルカによって、ウクライナ軍の偵察用ドローンを撃墜し、多数の榴弾砲やロケット砲を配置して攻撃準備射撃を実施した後に、戦車を含む機械化部隊を敵陣に突撃させるという、まだ航空機が発達していなかった第一次世界大戦時代のような戦闘を展開しているよ。その際にロシアの砲兵部隊はスメルチによって、ウクライナ軍の榴弾砲やロケット砲の射程外から攻撃を実施し、ウクライナ軍砲兵部隊陣地を徹底的に叩き、さらにその後方の兵站施設なども砲撃した後に戦車と歩兵を前進させて、それに対してウクライナ軍による攻撃があれば機械化部隊を一旦後方に下げて、
再び砲兵による圧倒的な砲撃を加えてから前進を繰り返すといった戦いをしていたために2022年5月頃の東部戦線では、ウクライナ軍がロシア軍に押され気味となっていたってわけ。このスメルチはロシア語で竜巻を意味しており、大型8輪トラックに 300mm ロケット弾を12発連装された発射機 QA-52 が搭載され、間接照準の際に弾道を計算するための射撃統制装置なども装備されているよ。ロケット弾を発射する際は、車体の4箇所にあるアウトリガーを地面につけて横転しないように車体を固定する必要があり、12発を38秒で撃ち切ることができ、70km から 90km とされる有効射程を生かして敵の砲兵陣地や野戦司令部、燃料や弾薬などの兵站集積所、部隊集結地域の装甲車などを攻撃対象としているみたい。ウクライナ軍はロシア軍の激しい砲撃作戦に苦しみ、それに対抗できるだけの砲兵戦力を持っていなかったことから、西側諸国の各国が NATO 規格の 155mm 榴弾砲の供与を決定し、アメリカやカナダからは M777 牽引式榴弾砲、フランスからはカエサル自走榴弾砲、ドイツもプズフ2000自走榴弾砲などを合わせて250門以上が提供されたんだけど、これら 155mm 榴弾砲では射程距離の観点からもスメルチに対抗することが困難だったんだ。アメリカ軍は 155mm 榴弾砲から発射可能な M982 エクスカリバーを所有しており、この砲弾は弾からだから翼を展開して滑空することで射程距離が 57km まで延伸することができ、しかも GPS 誘導による精密砲撃が可能な砲弾であるが、供与できる数が少ないことが難点であったため、アメリカはウクライナ軍がロシア軍のスメルチに対抗することができる長射程ロケット弾を発射することが可能なハイマースの供与を決定したというわけだね。ハイマースは、もともと長射程ロケットを発射可能な阻止砲撃用システムとして、アメリカ陸軍が開発した双輪式自走多連装ロケット砲で、アメリカ陸軍では以前から長射程の阻止砲撃用の多連装ロケットシステムとして M270 を運用していたが、海外での紛争などにおける緊急展開の際に重量制限を受ける M270 では運搬が困難となるために、より軽量で機動性の高いハイマースを開発して、海兵隊や空挺師団などに配備を進めていたぜ。M270 は 227mm ロケット弾であれば12発を搭載可能だが、6連装ランチャーを2機搭載することになっていて、12発全弾を発射した後は旋回発射機に内蔵されているクレーンとランチャー上に内蔵された。イストによって発射ランチャーの交換は3分で完了し、約8分で次の攻撃を実施することができたらしいな。一方でハイマースは6連装ランチャーを1機搭載していて M270 と同様に全弾発射完了後はランチャーを交換することで、次弾発射が可能となっているよ。ハイマースから発射されるロケット弾種にはスメルチと同じ射程の 90km とされる長射程ロケット弾 M31 があり、これもハイマースと一緒にウクライナ軍に供与されているね。射程距離だけを見ればハイマースはロシア軍のスメルチと大差ないよね。だが、この M31 ロケット弾は GPS 誘導が可能で、目標に対して精密な砲撃を行うことができる、いわゆる G マースと呼ばれるロケット弾だからな。さらにハイマースの利点として高機動性が良好でスメルチと同様、発射後に即退避する一撃離脱、いわゆるヒット&アウェイ攻撃ができるため、ロシア軍の後方兵站施設などを効率よく破壊することができるようになり、かつウクライナに供与されたハイマースはまだ破壊されていないらしいぜ。さすがに覚醒剤使用疑惑の強いワグネルのゾンビ兵たちもロケット弾を食らったら、復活することもできないだろうけど、戦後のバイオハザードワールドが展開される可能性も完全には否定できないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。